リバースダイアリー50点。偶然に知り合った二人は愛を深めていくのだが、園田真監督41歳の新感覚恋愛サスペンスといったところなんでしょうが、正直この手の運命の恋だと思っていたら実は系の話、ネタバレなので作品名は伏せますが、国内外問わず結構あるんですよね。で、このリバースダイアリーももろにその類の作品です。まあ、インディペンデント系映画なので役者の力量不足、刻んだセリフだらけのセリフ回し、そんな何より明らかに都合の良すぎるキャラクターと展開は、いくらそれっぽい伏線、気の利いた方向性をもってしても歴代の同じ類の映画には及ばないし、この感覚、この味はもっといいものがあるよなと見ながら思いました。というか極端に言ってしまうと、この恋愛サスペンスのぐにゃりとする感覚を感じさせるためだけに用意されたストーリーとキャラクター配置のように思えてしまったのが残念でした。もっといい役者持ってきたとしてもやっぱり話に無理がありすぎるので、まあ、これも全然スルーでいいと思います。スルーでいい恋愛サスペンス映画でした。